はい、どうも皆さんこんばんは、電脳ゆうせんでございますけれども、ロストジャッジメント続きやってこうというわけで、最近はですね、星稜高校ロボット部にひたすら潜入していたわけですが、ここらでメインストーリーまた進めていきたいと思います。で、まぁ、ちょっと振り返り皆さんも必要かなと思うのでやっていきたいんですが、現在チャプター6はもうでもここまで来たんだな。まあ言ってもチャプター12、13ぐらいだと思うので、経験上まあ半分ぐらいは来てんのかな。まだまだいろんなところが展開されている状況ですけど、で、振り返りのためにこのチャプター5、無関係であらずの痴漢加害者、これが江原明宏で、その被害者間宮ゆいと、そして、しかし点と点とがつながり、結ばれた線は一本にとどまらない。そうだよな、源田法律事務所でいろいろ整理していくとどんどんつながっていったんだよね。まあまだ可能性の段階ではあるけれども、で、やがてそれらは一つの疑いへとたどり着く。おそらく江原は周到な計画に基づき、あえて痴漢の汚名をかぶることで復讐殺人のアリバイを作ったのだと、そこには多くの人間の協力が必要とされる。彼らに共通するのは黒川学園の卒業生であることだった。そうなんだよな、この殺害現場に矢上探偵が行った時に、なんかこの現場にね、野じ馬っていうのかな、そう、それで来てるやつらも黒川学園だったんだけど、まあ、当時、だから、まあ、そことつながってくるのが沢先生であり、そうだね。で、この沢先生がいた時にも、そこで、いじめが行われていて、飛び降り自殺して、今も意識が、なんかこう、寝たきり状態になってる生徒さんがいらっしゃったりだったとか、とにかくこう、いじめとか、あるいは黒川学園というキーワードをもとに、いろいろつながってきてるわけなんですよね。で、現在は星稜高校、まあずっとずっとここにいたんだけど、もう数はここにいたんですけど、この部屋を避けるように通ってまいりました職員室でございます。さあ先生、お仕事されてますね。なんかこれ声とか聞けないのかなここで聞けたらいいよね、本音。はあ、私とか本音聞けたらおもろいんですけど、まあそんなことはなくてですね、いやー、まあちょっと、あんまりいい印象持たれてないんだよな、調査ばっかしてるから。ちょっと失礼します。大丈夫かな、あの先生、みんな覚えてるかなサブストーリーでやった時のね、あの怒ってる先生、この席だったよな。ちょっとあんまり、あ、今ちょうど先生いないね、全然。じゃあちょっとお話、お久しぶりです、先生、ちょっといいでしょうか、黒川学園について。どうも、今少しいいですか先生。あの、三越馬くんの動画を見ました。あ、そっかそっか、わかります、例のあの動画ですよね。あの動画もう広められたからね。さあ先生は見たんだな。江原さんにはアリバイがあったんじゃないんですか。それなら三越馬くんを殺してないはずですよね。ちょっと前のみに聞いてくれるかもしれないね。あの動画は本物にしか見えなくて。この状況だと、ええ、おそらく本物です。あの動画の通り、江原さんは自分の手で三越馬を殺したんだと思います。ただそうなると、同じ日に起きた痴漢事件の方にトリックがあったことになります。はいはい、そこは整理したところだよな。先生は江原さんに痴漢された被害者のこと知りませんか。名前は間宮ゆいと言います。知りませんけど。間宮ゆいの旧姓は鈴木でした。彼女は13年前に黒川学園の生徒だった名前、鈴木ゆいです。名前ぐらいどうだ。え、鈴木ゆい、そんな、じゃあ江原さんはゆいに痴漢したということですか。これは知ってるご様子ですね。彼女知ってるんですね。もしかして先生と同級生でした。そうです、高校の3年生の時に。多分そうじゃないかと思ってました。ああ、全くの同じ学年ってことか。間宮ゆいが痴漢被害者だったことはご存じなかった。だってまさかそんな。先生にしたらありえない偶然ですよね。これは信じていいのかな。教え子の父親が高校時代の同級生を痴漢してたんですから。それも1日300万人が乗り降りする駅で。どういうことなんです。全く関係ないのかな。間宮ゆいは江原さんとグルだった可能性があります。彼女は全てを承知でただの被害者を装っていた。
それが殺人のアリバイ工作であることも知っていてです。はあ？でもなんでです？なんでユイが江原さんと？はい、まあそこなんだよな。まあ、こんなこといきなり言われてもちょっと沢先生としてはもうハテナマークいっぱいだと思うんですけど、このご様子はやっぱり信じていた通り沢先生がこうつなげていたなんてことはなさそうですね。ちょっとまだわかんないけど、この先生は江原と間宮ユイとのつながりを本当に知らなかったようだ。うん、八神探偵の目を信じよう。万が一これが芝居だったとしたらすごい名演技だよ。まあ信じたいね、さすがにここは。今俺の知る限り江原さんと間宮ユイ両方に面識があったのは先生だけです。そう、唯一のつながり。八神さんは私が二人を取り持ったと。先生は間宮ユイとどういう仲だったんです？友人かただの同級生の一人だったか。特別親しくしてたわけじゃ。彼女はクラスの中ではちょっと派手なグループにいて、ほう、私はそういうんじゃなかったものですから。最後に会ったのはいつです？高校の同窓会なんか。じゃあ結構距離は遠いか。大学を卒業した頃に会ったみたいですけど、私は行きませんでした。あ、そうなんだ。同級生がいじめで飛び降りたクラスですから。じゃあ先生は卒業以来同級生の誰とも会ってない？そうです。なるほど。そういえば江原さんと間宮ユイには接点というかもう一つ共通点がありました。え？二人とも過去に身近な人間がいじめを受けて自殺に追い込まれてます。そうですね。江原さんは息子の敏郎くん、間宮ユイは同級生の楠本光。間宮さんの方はどうなんだろう。だから例えば間宮ユイはそのことで江原さんに共感してたのか。距離は近いは近いけどね。そして復讐のアリバイ工作に手を貸した。痴漢の被害者を演じることで。どう思います？今のを聞いて何か心当たり。まあ、こういう推理をしないと。そんなこと言われても進まないんだよな。まず捜査が。沢先生、もう職員会議が始まりますけど。邪魔すんじゃねえよ。すぐに行きます。13年前に黒川学園で会ったこと詳しく教えてもらえませんか？間宮ユイは楠本光の自殺未遂をどんな風に見てたんです？ごめんなさい、これから会議なので。殺人に関わることなんです。江原はわざと痴漢の汚名を着ることで罪を逃れてる可能性がある。おまけに間宮ユイ以外にも三越田殺しの共犯者たちがいます。彼らは今も野放しになってます。そして俺はもしかしたら沢先生もその一人じゃないかと思ってここに来ました。あー、確信つくな。私が？今もそのモヤモヤは晴れてません。私にどうしろと言うんです？俺が知りたいのは江原と間宮ユイがどういう接点でつながったのか。多分先生はその材料になる情報を持ってるはずなんです。それはまだご自分でも気づいてないことかもしれません。とにかくもう行かないと。会議が終わる頃にまた来ますよ。好きになさってください。圧がすごいな。まあでもこのなんだろうな、八神探偵としてもさ、あの動画が本物で、あ、黒川学園との接点つながりあるってところで沢先生まで来て、まあ正直この沢先生以外の今接点がないわけなので、まあちょっと強いというか、まあ高圧的な態度っていうのかな、これそれ取ったとしても、うん、やっぱりこの捜査を進める必要もあるし、沢先生は絶対そんなつながりをね、共犯者ではないと思ってるからこそ、なんかこうそう思ってますよってあえて言ってるっていう気がするんだよな。俺は八神探偵のこの気持ちを推測するに、なかなかすんないとは進まないな。でも沢先生はやっぱり間宮ユイと同級生だった。まあただね、まあ、同じグループにいなかったら結構高校ってさ、名前はもちろん知ってるけど別に会話してるのは数回程度ですよみたいな多いと思うから。で間宮先生はね、同窓会とかも出てないご様子だったのでどうなんだろうな。
ひとまずそれが分かっただけの収穫とするか、後で沙織さんにも報告しとこう。え、高校出る？アバウトな、アバウトな、なんか指令だなこれは。なんかまあ進んだようで何とも進んでない感じがするけれども、まあ、またとりあえず職員会議が終わって沙先生とお話しするしかないのかな。でもなんかこう、八神探偵が言ってたように沙先生自身もどこか気づいていない接点があったり、まあ、あと肝心なのはその間宮結衣と亡くなった楠本くんだったっけ、ちょっとお名前忘れちゃったんだけど、そう、その人の関係どれほど近い関係だったのかだよな。同じ学年とはいえ、例えばこう幼馴染だったとか彼氏だった人がいじめられて飛び降り自殺したとかなると、確かに身近な人って考えられるからね。まあ同級生がいじめ、まあ近いんだけどさ、ちょっとその江原アギールとはまた違った距離感だと思うので、現在はいろいろ進めていきたいけど今は待つしかないのか。そうだ、沢先生と間宮結衣の件、沙織さんに報告しようと思ってたんだっけ。とまあ一応主任弁護士というか担当弁護士は矢上だけど、沙織さんだからね。ええ、沢先生と話せましたか。ああ、やっぱり彼女と間宮結衣は13年前同じクラスにいた。同級生のいじめ自殺があった時も。まあでも同じクラスだったら距離近いのかな。星野くんの方でもネットで新発見がありました。ネットで、はい、はい、はい。そのいじめ加害者は河合信也という子で、あ、それは知ってる気が。あれ、校舎を飛び降りた後逃げるように転校しています。あ、どうだったっけ。そして大人になるとこちらの神室町で働いていたようなんです。あ、神室町にいるんだ。へえ、そんなことまでネットで分かっちゃうの。まあそう、加害者ってなると名前出てたりするか。同級生を自殺に追い込んだことを武勇伝のように話してたおい、小でもクソ野郎だな。神室町でなら笑い話にでもなると思ったんです。これは一発殴りに行かねえとな。もね、そういう展開になってほしいね。組にこそ入らなかったものの、カバイはほとんどヤクザみたいな人物で。ああ、もう半グレ中の半グレか。今画像を送りました。5年前に撮られたものです。はい。顔わかんのか。それはでも、こいつ。RK。あのまさにあの写真。この間、RK のチンピラたちが探し回ってた。この写真しかないのか。ガールズバーのマネージャーだって。 RK と繋がった、ここで。確かにガールズバーで働いてたようです。こいつか。ただその店がどこかまでは分かってません。いいやつだとは思ってなかったけどさ、こいつが河合信也だったのか。でもなんで今になって RK が探すんだ。そこもそうだな。彼らはその河合を見つけたんですか。いや、ただリーダーの相馬ってやつが言ってた。河合はもう殺されたらしい。そうだ、そう、そうだね。何年か前に神室町から姿消して、あれでもなんか偉人町に出てきてたよな。ああ、でもこうして見ると最近似たような話を聞いたよな。今度の河合も三越芝と同じ過去にいじめ加害者だったやつだ。それが二人とも殺された。どうでしょう、神室町では何らかのトラブルで姿を消す人が。うわ、だからその法で裁けなかったやつらが、河合もそんなケースの一人なのでは。実は裁かれてるってことか、誰かによって。河合の件はこちらでもう少し調べてみます。 RK が聞き回ったおかげで町の情報もまだホットなはずですから。あれでもなんで RK って偉人町に来てたよね。相馬は来てなかったけど、阿久津とかがまさに、まあ、幹部級が来てた。あ、神室町。沙織さん、どうでした？八神さんはなんて。こっち側を見せてくるのか。ついこの間、RK の人たちが河合信也を探し回ってたそうです。神室町で。え？そして出された結論が、河合はもう殺されたのだろうと。おい、ずいぶん物騒な話だ。あくまで相馬が言ってたけど。確かに最近やから系の人たちが誰か探してるっぽかったですね。うん、どうなんだろう。町の人たちに聞き込んだりして。でもなんで RK が河合を。まさかうちの事件とつながってくるんですかね。あ、この文字、あれ、あれ
そういうことか。またあのパートがやってくんのかい。おい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 、このピンクの文字が出るときは前作ジャッジアイズでもありましたよ。三越場と河合の関係性はともかく、そこへ急に RK が絡んでくるのはなぜでしょう。 RK についてはつながりがよくわかりません。俺もわかりません。星野くんは引き続きネットで河合のことを調べてください。私はちょっと出てきます。ちょっと出てきます。八神さんに頼ってばかりじゃいられませんから、少しは私も足を動かさないと。おい、この視点きたー。やったぜ、沙織さんパート今回もあったのか。いや、そらあるか、いやないか。普通ならどうなんだ。前作もあったんですよ、このパート。あれちょっと楽しいぞ。まあ前作の本当1チャプターのね、部分的なところだったんだけど、うわーいいな、ちょっともうこれは、写真とか撮れる？じゃあ、先話そう。ちょっとテンション上がっちゃったわ。もしかして RK の連中に聞き込む気ですか？ええ。彼らがなぜ河合信也を探してたか気になります。なら僕も行きますよ。一人じゃ心配です。まあ、確かに RK と話するって言われたら。まだ彼人目のあるところでやりますから。気になるよな。それに私一人の方が、相手も口が軽くなるでしょう。確かにそうかもしれませんけど、じゃあ10分に1回安全確認の電話になります。いや、まあ、大事だけど、それも遠慮してもらいます。それも邪魔になるんじゃない、お前かけたいだけだろ。お声が聞きたいだけでしょ。でちょっと所長行ってきますね。一人で町に出るのか、沙織くん。くれぐれも気をつけてな。まあでもなんだろうな、カムロ町っていうこの治安の良さ悪さ、まあ良さはないか、を計り知ってないんだけど、まあやっぱりこういう事件を捜査している以上、まあある程度弁護士にはね、ちょっと危険が降ってくるのは確かに納得できるんですが、ちょっと待って、今カメラはいけます。皆さんちょっと待って、カメラね、これね、こうしてから、こうして、でもこうでいいのか。こうして、違う。もうすいません。めちゃめちゃぐだっちゃってるわ。で、反転、来た。こうですよ。やっぱこの二人はね、関係性、ちょっといろいろき、いや、でも本当、こう見たらやっぱすごいお肌も綺麗だよな。で、顔もめちゃくちゃ整ってるし、業界では、美人のね、弁護士って言われてるんでしょ、沙織さん。あ、こっち見てくれてんな。表情切り替え。これが笑ってるか。いいぞ。よーし、取っといてやったぞ。星野くん感謝してよ。もう一回取っとこう。まあ、源田さんはいいか。もう長い付き合いですから。ってことで、街で RK を探す。ちょっとやってみようか。まあ、いろんなアクションはね、今見ていただいた通りできないので、これ、沙織さんいける？さすがに無理か。ちゃんと、ちゃんとそこ、もうこれいけたらびっくりしちゃうもんな。星野くん、沙織さんってなるもんね。まずは RK の人たちを探す必要がありますね。彼らはヤクザと違って一目ではわかりません。でも大丈夫。こういう時は顔の広いテンダーの、テンダー、バーテンダーですね。もう行ったのか。いや、前作はここのお店の看板をですね、八神探偵が喧嘩して割ってしまったという大変申し訳ないことをしたんですよ。ここがバーテンダーですね。八神さんがこの街に来て最初に、そうだそういう話もあったね。顔の広いマスターに聞けば RK の人たちにどこで会えるかも教えてもらえるでしょう。そう、まさにこの看板がね、なんか真二つに割れたんですよ。ちゃんと治ってるな。さすがにこれ、八神探偵払ったのかね。でもこれ、八神探偵でも来たことないな、今作では。いつものお二人、名前なんだったっけ。ようこそいらっしゃい、沙織ちゃん。右側の女性も、嬉しいね、来てくれて。前作からの人なんですけど。お邪魔します。こんにちは。ターボーと仲良しの先生よね。あの子は今日、一緒じゃないの？ええ。そう。じゃあ遠慮なくガールズトークできちゃう、ね、この人こんなにセクシーな声だったっけ。それじゃ俺がお邪魔みたいになっちゃないの。そうだ、マリネーだ。マスターは乙女心分かってくれるから許してあげる。
そうそう、これ前作でこのマリネにマリネのサイドケースもあったからな。なんか随分息のあったお二人ですね。さあここで話を聞くならまず一杯頼まないと。お酒強いのかな。何飲むか迷ってんでしょ。いいよ、内緒でターボーが入れてるボトル飲んじゃいな。あいつ最近ツケが溜まってるし。ありがとうございます。大丈夫か、お酒飲んで大丈夫か。そういうわけで RK の人たちと会えないかマスターに聞いてみようと思ってきたんです。こういう店来てんのかな RK も。あちゃー、やっぱり仕事の用事だったか。でも沙織ちゃん、美味しそうにお酒飲んでくれるよね。このマスターもマリネもこんなフルボイスあったっけ。なんだかかっこいい。あれ声あったっけ。お二人に言われると恐縮しちゃいます。マリネと美人が二人並んでるとなんかこう年がいもなくウキウキしてくるね。あら本当だ、今日マスターいつもより12ヶ月は若く見える。表現が独特。それじゃいつもと変わんないじゃないの。だってマスターがそれ以上若くなったらかっこよすぎちゃうじゃない。ここの中年、ね、中年の会話どういうこと。いけない、ここは罠ですね。なんだか居心地よすぎて仕事を忘れちゃう。へえ、しかし RK に会いたいと来たか。実はそこら中にいることはいるんだけどさ。まあ一員長には言ってるけど、カムロ長にもまあ彼らも仇から RK ですかと聞かれて、はいそうですとは言わないんだ。そうね、しかも沙織ちゃん、彼らから結構ディープな話を聞かなきゃいけないみたいだし、そうなるとちょっとだけ難しいかも。まあ、結構マリネも確かちょっとだけですか、裏カジノとか行ってて、サオリちゃんほどの詳しいんだよな。歩けばそういうのには RK から近づいてくるよ。ただその格好だと硬すぎちゃうから、あれ少し隙のある服とかメイクにするといいかな。これもしかして、なるほど、そりゃいい考えだ。また来るかこれ、隙のある服とメイク。ターボーから聞いてるよ、沙織ちゃんがその気になったら龍が如くスタジオ、カムロ町のキャバ嬢たちも顔負け。伝統のキャバつく来るかこれ。それで前から興味があったの。ノーアルタカは爪を隠すだね。キャバ嬢みたいな格好をするということですか、これからすぐに。まあでも RK と喋るために必要だったら、まあRK には効きそうな作戦だ。いかにもこの今の沙織さんにあんま話しかけてもらえなさそうだからね。沙織ちゃんはその中から気に入った服とかを選んだらいいわよ。わかりました。じゃあお言葉に甘えてお手数ですがお願いします。今回はすんなり。オッケー、任せといて。いや前作でもこうキャバクラに潜入するというミッションでキャバ…あーもうですか。ちょっと心の準備ができてなかったですね今。そう前作でもそのキャバクラに潜入するということで、まあ、結構抵抗しながらね、この沙織さんがキャバ嬢になってくれてめちゃくちゃ綺麗だったんですよね。でもなんかそっか、今回は自分も頑張らなくちゃっていうところと、まあ実はコメントでもあったんだけど、そうなんか沙織さん自身もちょっといじめられた経験があるっていうところが前作で分かってたので、あーだからちょっとまあ今回はすんなり受け入れてくれたな。でもなんか全然選べなさそうだけどね、ドレス。あ、いっぱいあるな。ちょこれね、ごめんね早く進めっていう声聞こえるんだけど、前作でもそうだったんだけど、こう実況者の女性のタイプが分かっちゃうんですよ。前作でも俺ちょっと恥ずかしかったんだけど、だ例えばさ、こういうちょっとこうなんていうの、まあ、ロリっぽいって言ったら失礼だけど、こういうのが好きな人もいればやっぱ大人っぽい、まあ、例えばこういうねなんか子供っぽいのも好きな人もいれば、なんだろう こういう大人っぽいやつも好きな人もいるし、いやこれとかそう龍が如くシリーズで有名なもう書いてありますね、かつて大阪で伝説のまで呼べたキャバ嬢が着用していたというドレス、これはユキちゃんですね。
うわーどうしよう、これね考え出すという30分ぐらいかかっちゃうのでちょっとカット多くなっちゃうかもしんないですけど、今回どうしようかな。俺前作なんかこう白っぽい系統でまとめた気がするんだよな。ちょっと攻める？チャイナドレスとか行くか。これなんか前作は本当俺の好きな感じにしたんですけど、ちょっとエロティック沙織さんでも目指してみようかな。ちょっと見ますね、ごめんなさい、ちょっと見させていただきますね。なんかさっき触れたこの衣装もさ、龍が如く極み2で、まあ、キャバクラ経営していたキルーさんが現実世界の三上優愛さんが着てた衣装とかの一応使い回しなのかな。まあデータさえあれば使えると思うので、なんか似たような衣装着てた気がするんだよね。でまあちょっとどうするかというところなんですが、まあ、やっぱり俺こういうの好きなんだよな。セクシーさとちょっと上品さがあるような感じで、まあブランに選んだらこういう感じのものになる。まあこれこまあ元々のやつも結構良くて、ただまあちょっと俺エロティックサオリさんにしたいので、すいません、俺これかチャイナドレスかも、これこれかな。いや俺やっぱちょっとこれいこうかな。どう、お胸も大きいでござんすね。いやこれでいこうかな。沙織さんごめんなさい、ちょっと今回前作はいい感じに仕上げたので、ちょっと今回エロティック沙織さんにさせていただきますね。エキゾチックで妖艶な衣装のドレス、いやこれどうよ。 RK もここ、 RK も一コロだと思うんだけど、これにする涼しいやべ楽しくてもう口が回んねえ。ちょっとこれはチャイナすぎるかなっていうところで趣味思考を選ぶので、うんこっちにしてみよう。ここは落ち着きをちょっと持っておこう。あ、ちゃんとできるんだねここも。どうだろう、じゃあやっぱ髪型先行こうかね。やっぱりアクセサリーは髪型あってのなんぼだと思うので、もうこれも凄まじい量があります。あ、なんか俺前これとか選んだんじゃないのかな。サイドダウン結構ロングのドレスを選んでたと思うので、すげえ、なんか本当あれだね、堀北真希さんみたいな綺麗さあるよなこのお顔。てかもうそれにしか見えなくなった、堀北真希ではこの人。うわちょっとチャイナだけど、これちょっと昭和っぽいよな、80年代後半。うわーそうチャイナドレス着てるけどこれはなさそう。うん、なんとかあるよとか言っちゃいそうだから、ちょっと選ぶか。ちょ引き目見たいんだけどな。あ、聖子ちゃんカット、ちょっといろいろ見てみます。あ、かわいいこれいいな、やっぱショートカットだよなチャイナドレス。ちょっと選びますね。このフワミディっていう髪型も結構良くないか。やっぱショートカットかなっていうところで候補を絞ったんだけど、まあ、これもいいんだよ。ちょっとそのロリっぽい衣装に合わせるのが普通だと思うんだけど、なんか結構良くないかこれ。ただねもう決まっててごめんなさい、やっぱこれかな、編み込みボブ。あーなんか元気活発な感じがあって、いやーやっぱこれかな。どうだ、ちょっと全身、うわ髪色も、うわいいねちょっと派手めでもどうかな。ああえて、あーでも悪くないんじゃない。ちょっともう今回ちょっとぶち抜いていきたいんだよ俺は沙織さんを。この回ばっかりは時間かかってますけど、ちょっと髪色をまた悩ませていただきます。すいませんね本当に。ちょっと勇気を出してこの髪色にしてみようかな。いや本当にタイムリーだけど、最近のさあのちゃんのさ、あの髪の色結構好きなんだよね。ショートカットでちょっと金髪寄りの女性ちょっといいなと思ってて、そうもうただの俺の趣味思考言ってるだけなんだけど、ちょっと勇気出してこれ行ってみるかな。ドレスと合わないか、あちょっと違う気もするけど、まあでもちょっと行ってみようこれは。うん、一回全部作ってみよう。まあ最悪ドレスはねガラッと変えられるので、じゃあまあここは、あーまあでもこれは違う気がするな。うん、こういうのは別にいらない、もう絶対いらないし。あ、これはやってもいいね。どうなんだろうな、髪色に合わせるっていうのはどうなの、わかんないな。なんかあんまり大きいのつけててもなぁと思うんだよね。まあでもこれとかありがちだからな。
どうなの？ピアスってどうなの？あーまあでもさりげなく見えるのいいか。じゃあ星とかダサいもんね。なんかいいあんまりアクセサリーないな。ちょっと違う、もうちょっと違うと思ったら俺はつけないことにしよう。いやー胸元はもう持ってるもので十分でしょう。そうなんかあんまりチャイナドレスのアクセサリーって違うよね。そうもう持ってるものが素晴らしいですから。あ、ネイルはしてもいいな。え、ちょっとカラフルすぎ、まあここは無難にピンクとかいっちゃいましょう。で、あーもうここもちょっと打足だよね。もう素材がいいですから。あ、時計はどう、時計どうなんだろう、時計どう、まあしててもなんかちょっとごつくない、女性にしては。なんかもっと女性の時計って細いイメージがあるんですけど、いやいやいや、もう時計とか今の RK と合うにおいてはいらないね。あ、これはいいんじゃない、女性らしくて。オニキスブレス、いやごめんなさいね、ほんと何にももう変わらない画面で。あーどうしよう、ちょっとこれとかいくか。シンプル、あーこれシンプルなんだ。あーでもまあいいんじゃない、写り、うん、あどれでもいいな。いやどれでもいいって言ってシンプルかな。もうやっぱお顔か大事なのは。ちょっとあんまり前髪がちょっとやっぱりさ、ちょっとこう整えてあげて。なんかどうなの、最近は太め、なんか一時期太めが流行ってたけど、なんかやっぱ細い方がすっきりして俺は好きなんだけどね。あ、ここもじゃあちょっと合わせておこうか。俺どの色したっけ。多分これだよな、俺多分これを選んでるはず。あ、そうだね、合ってる合ってる。いや、やっぱここはねカットしてもいいんだけど、みんなで作るこの楽しさあるから。あーまあこれは標準でいいかな。ちょっとなんか気がちっちゃい気がするな、目元。これどうなの、ここ黒でも、あ、まだそっか、ここも変えたりできるんだもんな。で、目元のアイライン、もう目がやっぱり重要ですからね。なんなん、すごいな、こういう目あるんだ、アクセント垂れ目。まあやっぱキリッとした目にしたいよね。あのちょっとケバくなりすぎるかな。まあでもないと寂しい気もするな。まあ標準でいいのかな。うわーやっぱ結局メイクはなんか収まっちゃうね。ちょっとこれなんかね、黒の部分が多くなりすぎてる。全然メイクとか詳しくないんだけど、ちょっとなんか黒が多すぎて怖いイメージあるんで、あ、標準でいいでしょう。で、これとか、あ、でもこれは色変えてもいいかもしんないな。あ、ドレスと合わせて青とかどう？あ、この色でも、うわ、難しい。この辺にしとくか？これかもう青いっちゃうかだけど。どう？どう？青どうなの？あ、でも青いい気もするね。あ、俺がイメージしてアイシャドウかな。もうじゃあアイシャドウ色多いって3択ぐらいにしてよ。分かんなくなっちゃうから、アイシャドウとかも詳しくないので。もちろん、あ、でもこの色良さそう。ちょっと薄い、目元ちょっと飛びすぎか、色が。ちょっと目元落として、もう分かんないけどこれでいいか。茶色ちょっとこの辺明るすぎるんだよな。髪色と合わせたいなとも思ったんだけど、あ、これでいきましょう。で、あとはカラコン、わーカラコン、うわーすげー、一気に印象変わるな。なんか黒目を大きくしたりとかあるけど、まあ変な色はもう沙織さんの素材を消す気がするので、やっぱり日本人の美しさ、あーこれはでもいいかもしんない。ちょっとね髪色が明るいから、うん、ちょっとこのなんていうの、これは何色っていうの、これが黒だったとしたらこれは何色っていうのは分かんないけども、これでいいですね。チーク結構強すぎるんだよなこのゲーム。ちょっとチーク強いよ。これはなしでもいいんじゃない、もう綺麗なお肌だし、めちゃめちゃ肌も白いしね。さあリップ、これは印象変わりますよ。薄めでいく、ちょっとなんか浮いてんな口だけ。あーこれは、あーでもこの色とかいい。ちょっとこれはきつすぎるけど、この色とかいいのでは。
あ、なんかでも俺これしか、あのちょっと浮いてるかな。でもちょっと洋風チャイナドレスどう？え、ハーフじゃないのって言われる感じ。ここはちょっとこれ生かしてもろてええかな。急に出てきたどぎつい解散関西弁で、ちょっとラストにドレスの最高をしたいんですけど、いやまあでも最初に決めたやつでいくか。あー似合う。ちょっとどうする。いやあ、迷わず、まあやっぱり RK もやっぱ男たちばっかですから、あーサイドケースであった忍術教室のやった胸元がっつりのちょっとセクシー系。あ、靴は変えらんないのか。まあ一回か。これが俺の、もう一回顔見せておくね。こういうタイプになりました。いいんじゃないでしょうか。よっしゃ行こう。すっげー10分ぐらいやってた。いやでも納得いく、今作も納得いく感じにできましたよ。なるほど、これはターボーから聞いてた通りというか、それ以上もね。ちょっと雰囲気変えましたよ。マリさんの前でこんな格好なんだか恥ずかしいです。何言ってるの。いやもう本当に綺麗。いやもうすごいよこれ。そんな、本当に大丈夫だって。あれだ、パンツ見える。おーすげえ、おーすげえ。みんなが振り返る美人とはまさにこのこと、うん、まだ何か足りないみたいね。え、最後に必要なのはプライドよ。私は綺麗だっていうプライド。そうだね、ちょっとまだ恥ずかしがってるところがあるから。そういうのはバッグとか持ってさ。じゃあ弁護士としてのプライドは。それはあるでしょ。短すぎる。弁護士としてパンツ見えちゃうよこれ。あ、いいですね。オッケー、バッチリ。ほら見てみて、もう行くか男が。いや胸でかすぎるでしょ、横から見たら。男たちもみんなほっとけないって顔してる。今のアングルやばかったな。こんな気分久しぶりです。ありがとう、え、マリさん。めちゃくちゃ綺麗じゃないこれ。RK の連中に会いたいんだよね。それだったら私と一緒にスカウトされる。やっぱちょっとバイオハザードのヒロイン級にちょっと洋風な感じになっちゃったけど。RK はガールズバーとかキャバで働いてくれそうな子を見るとすぐ寄ってくるの。特に多いのはそこの占領通り。占領通りね。二人で歩いてみようか。いいんですか、そこまで付き合ってもらっちゃう。え、大丈夫、マリネ傷つかない。私も沙織ちゃんの目が、沙織さんにしか目いかないよみんな。いいの、こちらこそ迷惑じゃなければ付き合わせて。いやまあ沙織さんもすごくお綺麗な方ですけどね。うわーいいね。またタイプがバレちゃうぞ、今の俺のタイプというか。占領通りを歩いてみましょう。RK が声をかけてきたら閉めたものですと。こちらから可愛い、深夜で会ってるよなのことを聞き出して、彼らが調べた情報を手にできるかもしれません。わ、これで歩けんの今。うわいいね。ちょっとこれさ、横で見てほしいんだけど、沙織さんのこの爆乳。ごめんなさい。あー、ちょっとうまく見れないか。飛び出てるもんね。まあそういう衣装なのかもしれないけどね、この下からこう持ち上げてくれるような。あ、でここはあれか、前作でもそうだな、星野くんが手配してくれた美容室チェリーだ。いやー、やっぱ沙織さんも足もすんごい綺麗だからね。さすが美人弁護士と言われるだけあるね。ちょっとどうですか、こんばんお兄さん。めっちゃめっちゃ怪訝そうな顔で見られたな。ちょっとほっとかないですよ、街の男たちが。あ、どうした、沙織さん。沙織さんじゃない。周りね、ぶち切れてんじゃないの、あの女ばっかりって自分が作ったくせに。ちょっと今夜どうですか、お仕事お疲れ様です。今夜どうです、めっちゃ怒ってんな。ぶつかられたとしてもこいつ可愛いなって。あ、追いかけてきた、追いかけてきた。いいね、男たちを引き連れて。あの人も私写真撮ってんじゃないの、やめてくださいよ。声かけてくれたら1枚1000円で撮らせてあげますから。いいなぁ、テンション上がっちゃうもん。もう俺も今回の実況テンション上がっちゃうもんね。ちょっと邪魔邪魔だな。やっぱ女は強いですね、歯向かってきますね。ね、
ねえ、真冬だけどこれぐらいの格好できないと女は勝てませんよ、この世の中を。さあ、この辺ですね。ちゃんと声かけられるかな。スカウト通り的なところなのかな。来ましたね。いやちょっとごめん。